はいどうも皆さん、ゆきです。今日はですね、浅草に、参りました。浅草ね、こちら、浅草となってます。浅草の雷門のある寺です。浅草寺かな。でね、先ほどまでね、まあここにいたんですけど、それでですね、人形焼きを食べ、そして、あの人形焼き100円で2つ買ったんですけど、ですね、1つはですね、落っことしちゃって、仕方なく鳩に全部1個丸々ね、あげました。そしたらなんか、鳩がね、俺にくっついてくるようになったんで、ちょっと嬉しかったです。ということで、で、先ほどおみくじも引きまして、結果はですね、そこにあるんですが、おみくじ結果。末小吉というね、結果です。つまり今日の一個手前、今日よかまあいいけど、今日に限りない近い吉という結果にねなりましてですね、そこの中身を読んだところ、病気になるがいつかは治るみたいな。なんだそれやと。むちゃくちゃ言うなよと。それいつかは治るわって。いうね、話ですよ。で、まあ、そこでですね、水で、手をこう清めて水を飲み、これ、ここですよ。ほら、このこの後カメラを切り替える。あれ切り替えられない。まあいいや。でね、煙でね、体を清め、こんな感じでね、わーいっていう、わーいで、清めまして、まあ末小吉もね、まあ小吉ぐらいになったんじゃないかなと、ね、思います。で、今から行くのが、神谷バーですね。ここは行きたかった、神谷バーです。ここはっていうか、俺がね、行きたかった、神谷バーなんですけど、まあ、ぜひね、行こうか、ということで。ね。行ってまいります。で、最後にちょっと、雷門のね、でかい提灯のね、あれをね、見てからにしましょう。結構ね、外国人はね多いです。さすが観光名所。
ね、いろいろね売ってますよ、人形焼きやら、ね、何やらね、いろいろ売ってますけど、お店がいっぱいあります。うん、今日はあったけ。何が食べたい？何が食べたい？かりんと。今日はね、天気も、あれスカイツリーちゃう？あれスカイツリーだ、うん、スカイツリーですよ。あれがスカイツリーか、初めて見たね。初めて見た、肉眼で初めて確認した。ということで、うん、人が多いね。すっごい人多いよ。人が、人がね、見えるかな。まあ、モザイクなしで僕は流しますけど、フレームがあったので、ね、あの言ってください。俺が対応します。よし。人の多さがあんまり伝わらない。こうやると思う。人多いでしょ。なんかね、キムヨナ様みたいなのがいますよ。結構美人のね、あの韓国今見ましたけどね、キムデジュン大統領みたいな。グラサン欲しいやろ。たまにいます。でね、プラスね、リア充が非常に多い。ここもね、やはりね、リア充のね、巣窟ですよ。ここもかなりのリア充の巣窟になってまして。今度あれ買って帰ろうよみたいなね。とかね、なんか言ってましたけど。イラッときますけどね。それを我慢して。ということでやってまいりました。風来尋問で、逆から見ると ね、雷門。イエーイとなってます。そしてね、人力車もありますよ、ここら辺で。めちゃくちゃね、人が多いでね、人力車のね、あの人もいますんで。で、ここら辺に噂によるとあれがあるという、神谷バーがあるという情報があるので、ちょっと探してみたいと思います。